こんにちは、アートの扉アトリエ4キッズの林先生です。この音声メディアではアートを通した教育現場で大切にしていること、どんな視点で子どもたちのありのままを承認していくのか、その環境をどうやったら守れるのかを考えながら、皆さんと一緒に気づいたこと、感じたこと、学んだことを共有していく番組です。皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回はオンラインアトリエ4キッズの授業の後に保護者の方からいただいた相談にお答えしようと思います。子どもの、気持ちの受け止め方についてのご相談がありました。授業の、感想などもありますので、ちょっとメッセージ、長めですけれども読み上げようと思います。林先生、先日は楽しいアトリエ4キッズの時間をありがとうございました。今回は自分のお部屋で参加しました。設定が終わるとママはもういいよと言われたので、早々に部屋を出ました。困った時、画面が小さくなってしまったなどには呼ばれるものの、ほとんど出番はなかったので、何度かこっそり様子を見に来ると、相変わらずなんてことはないところでもいちいち声を出しながら制作していました。先生に見てもらいたい気持ちが強いのでしょうね。そしてその度に自分が思うようにやったことを認めてもらっている安心感を得ているのだと思います。先生方が他の子に声をかけながらも、娘の独り言のような言葉にも毎回応答してくださっていて、とてもありがたかったです。そうですね、アトリエ4キッズはね、もう心を抱きしめるところなので、独り言でも全部拾っていっていますね。今回はファイルをハサミで切る感触が気に入った様子でした。これね、ファイル、クリアファイルをリユースして制作をしようという回でしたね。しかしそれよりも切ったものを自室に飾ることに一生懸命でした。最初は中心に向かってくるくる切ったものをベッドの縁から窓に向けて貼り付けていましたが、終了後は画面を意識しなくなったからか、部屋全体の装飾に移りました。誘ってくれたので母も参加して一緒に楽しみ、細かいところを手伝いながら娘の希望通りの部屋が完成しました。すごいですね、インスタレーションですね。その日は今日ママとここで寝ると久しぶりに自分のベッドで寝ました。自分の思いを形にできるって、こんなにも満足感を得られることなのだなぁと改めて気づきました。また林先生と出会ってから娘の創作活動が再開し、もともと絵を描いたり廃材での工作を自ら始めていたのですが、小学生になった頃から止まっていた。以前のような自分のスタイル、細かいところは気にせず、まずはイメージを表現するで自信を持って表現できるようになったと感じています。林先生のは好きだけど図工はあんまり好きじゃないという娘の言葉が全てを物語っているように思えます。先日授業参観道徳に行きましたが、やはり全体に向けての話は導く方向が決まっているし、一人一人の絵と言葉が書いたものを一枚の模造紙に貼って一つの掲示物を作り上げるという場面では一定のラインが決まっていて、先生に見せに行ってはここ直してなどと返されたりする子も多く、先生の作品になってるなぁと感じました。娘は最後の方に見せに行き、やり直しにはなっていませんでしたが、普段から先生の目を気にしたものを作っているのかもしれないなと感じました。学校ではこのような指導をするほかないのですかね。そういえば以前道徳も苦手と言っていました。それから最近は日常生活の中でもアートと同じような場面の時に、ママはこう思ったけどあなたのだからこうしてもいいし、こうしなくてもいいんだよね、あなたのものだからあなたが決めていいんだよ、や時間が来たらおしまいですだよなどと、林先生と同じだねと言いながらアートの扉規範を使わせてもらっています。お互い気持ちよく根本が伝わり助かっています。よかったです。質問です。学校の作品展や花丸の国語算数大会などの時に、花丸のね授業で特別授業があって、国語大会算数大会とかいうのがあるんですが、その時に MVP とか決めるんですよね。
自分が選ばれなかった時の悲しさを表現している時の声のかけ方、親のスタンスを教えてください。私はあなたも頑張ったんだよね、ママわかってるよ、選ばれたかったよねと気持ちを受け止めるようにしていますが、それで落ち着く時もありますが、それでは納得していないような時もあります。よろしくお願いします、というメッセージをいただきました。アートの扉規範をね、日々の生活にも活用してくださっている方結構たくさんいて嬉しいなと思いました。あとね、そのもともと好きだったっていう創作活動をもう一回ね、自分のスタイルでできるようになったっていうふうにおっしゃってましたけれども、これもね、ああ嬉しいなと思って拝読しました。あの授業の後にもね、さらに部屋中に広がっていく作品制作いいですよね。お母さんも一緒に創作されたの、きっと本人も嬉しかっただろうなと思います。このね、メッセージを読んでいて思い出した子が一人いて、もう何年か前に通ってた子なんですけれども、書籍のね中にも登場してたと思うんですが、エピソードで大人のね丸投げを見抜いているって言った子のことを思い出しました。本まだ読んでない方ぜひ読んでみてください。エピソードをね書いたんですけれども、彼女もね自分のことをやっぱり認めてほしくって、何かをしたいと思った時に全部こうしたよ、こういうふうにしたよ、こういうふうにやってみたっていうふうに全部報告してくる子でね、それを全部受け止めるようにしていたんですけれども、彼女の中では確固たる自分というものがあって、自分の価値観、自分の美しさの基準、やってみたいことがたくさん渦巻いていて、自分の軸を持っていたけれども、集団生活の中ではそれを抑えることがとても多くって、その多分ジレンマみたいなものをたくさん感じて生きてきたんだろうなって、まあその時はまだ7歳ぐらいだったと思うんですが、そういうようなことを思っていたんですが、その子のことをねふと思い出しました。彼女もすごくね自分というものをしっかり持っていたんですが、多分このメッセージをいただいたね女の子も、その自分の意見とか感じたり考えたりしたこと、そしてそれを表現したいという気持ちをもともとね強く持っている子、創作活動を自分でやっていた子というわけですから、そういう子にとっては自分の意見とかを表明できないし、言われた通りとか大人の意図するところを汲み取ってそれに沿うようにしなければいけないというのはとても苦しいことだと思います。でもそれはね、言い換えれば本当に自分、譲れない自分というものがちゃんとあるというその良さでもあるんですよね。それを失っていないということなんですよね。で、質問にもつながると思うんですが、選ばれたかったのにっていう強い気持ちというか悔しさとか、頑張っていた自分への誇らしく思っていた自分への気持ちとかね、そういう感情ってで、お母様がやってあげてたみたいに、頑張ってたよね、ママ分かってるよとか、選ばれたかったよねっていう風に、感情というものを悔しかったんだねっていう風に、感情には言葉があるんだな、名前があるんだなっていう風に知っていくということはすごく意味のあることなんですよね。感情を言葉として表現できたら、人っていうのは感情を自分で扱えるようになるんですね。コントロールできるようになるんですよね。つまり人って言葉によって心をメタ認知できるということなんですが、なので彼女のそばにいる大人ができることといえば、その言葉にできない感情のもどかしいものっていうのを想像しながら言葉にしてあげて、それを聞かせてあげる、こういうことかなっていうふうにしてあげるっていうことが一つありますよね。で、まあ、年齢が経てくると自分でも言葉を扱えるようになってくる頃ですから、そこから対話するということも大事にしてあげたらいいと思います。さっきも言ったように、幼児であればママ分かってるよとか、悲しかったんだよねっていうふうに、こちら主導で言葉をね伝えてあげれば、
感情ってそういうふうに扱うんだなって分かっていくので、それだけでも気持ちの整理がついたり、理解してもらえたってことでスッと感情がねなくなったりっていうことはあるんですが、言葉を自分でも扱うようになってきたら、インタビューをしてあげるといいと思います。どういう気持ちだったのとか、で今そういう気持ちだったんだったら次はどうしようって思ったのっていうふうに、未来に向かってね気持ちはどういう感じっていうふうに未来を向けるような質問をしてあげたり、例えばその過去をもう振り返ることができるような年齢であれば、何がね自分に足らなかったと思うっていうふうに言葉で表現できるように質問をしてあげたり、ママにしてほしいことあるとか、一緒に考えてあげることはできるけどどうとかいうふうに、いろんな質問をしてあげることで対話ができますし、それに対して一緒に考えてくれる人がいるということ、そして同時に何か事件があった時には考えるということをすればいいのだ、次に向かって、で目標を立てるかもしれないし、まあそれはいろいろな場面があるからわからないですけれども、そういうことを未来に向かってね、何をどうしようどうしたいっていうことを自分で考えること、言葉にすることで明確にしていけばいいんだなっていうことを学ばせてあげるきっかけになるかなというふうに思いました。あとはね、まあこれは私自身がそうだったかなというふうに思ったのは、もしも読書がすごくね友達みたいな子であれば、物語のね主人公の感情に自分の感情を沿わせて寄り添わせて、自分の中にあった葛藤とかそういう思いをね消化していくっていうことができるから、すごくね癒しになったなということはあるので、もう少し年齢がいったり、いろんな年代でねそういう主人公がすごくいろいろな思いを持ちながらそれを糧に成長していくような物語ってたくさんありますよね。そういうものをね折に触れて出会えるような機会をね設けてあげるとかというのはとても有効かなというふうに思います。私はね読書ですごく救われていましたし、作ることもそうでしたけれども、やっぱりそれが自分でなんとかこう、自分の人生をどういうふうにしていったらいいんだろうっていうのを先輩から学んでいくような気持ちで読書をしていたようなところがあったので、そういうこともね頭に置いておくと、置いといてあげるといいかなっていうふうに思いました。きっとね似たような思いを感じられている方もいるかもしれないと思ったので、今回の相談を取り上げてみました。またねなんか質問とか相談とかいつでも受け付けていますので、よかったらメッセージ送ってください。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。林先生でした。生きてくと必要な